はい、皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は木曜日、なるほど音楽の時間です。今日のお話ですが、バイオリンの先生はほとんど教えてくれない、まず教えてくれない、絶対教えてくれないと言ってもいいかもしれません。ビート感をバイオリンで出すための余計な動きというお話をしたいと思います。ビート感を出すための余計な動きですよ、はい、つまり余計な動きが大切ですっていうお話です、ね、あのバイオリンという楽器はこの弓というものがあるおかげで、弦楽器はね、普通この、音が減衰してしまうじゃないですか。発弦楽器の場合ね、音を鳴らした瞬間が一番大きくて、あとはどん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 音は小さくなる一方ですよね。でもこの弓があるおかげで、このバイオリンのような発弦楽器は同じ音量で保つことができたり、ね、あの発弦楽器とはあの、全く逆の音が鳴り始めた時が小さくてだんだん大きくするなんていうこともできるわけです、ね、ロングトーンが出しやすい弦楽器と言えるわけなんですね。ただその分ですよ、その分ビート感を出すのが結構苦手な楽器なんです、まあ、ですからジャズとかポップスとかロックとか、そういったね、ビート感を重んじるような音楽を、バイオリンでどんどん弾いていきたいという方にはね、この弓の問題、弓をどう扱うかっていうのが結構ポイントになるわけです、まあちょっとこの発弦楽器ごっこをやるとビート感出しやすいですけど、これ弓長いから、ねね、これ短く切るのが 大変なんですよ、まあ、こうやって弓を飛ばすなんていうのもあるんですけど、なかなかこのキープビート感をね、こうキープしながら弾いていくの結構大変なわけです。でこの長い弓をね、使ってでも、こうビート感を出す、あるいはこう一定のね、何かこう刻みとかの、テンポとかを守らなきゃいけない時に大切になってくるものとして余計な動きがあるんですよこれね、一般のバイオリンの先生はまず教えてくれないと思います。少なくとも私が、これまで教わったであろう、まあ、10人程度かなの先生はみんな教えてくれなかったです。で私はバイオリンだけを学習してたわけじゃなくて、いろんな楽器を習っていたりしたので、この余計な動きってね、パーカッション打楽器を勉強した方なら、ああそれねって結構当たり前のようにやってることなんですね。で余計な動きどういうことっていうと、空振りです。バイオリンっていいですか？例えばそうだな、こういうのを弾くときにね、往復させればいいじゃないですか。もっと言うと今こうやって空中飛ばしてますけど、普通の人がこうやると、これだとなかなかビート感出せませんでしょ。だから弓を飛ばす。ね、往復さ、まあでも弓を飛ばすと少し音に歯切れが出てくるけど、この往復させるとね、結構リズムがブレるんですよ。ブレやすい。でこれをもっともっとこの、ビート感をタイトにするためにはですよ、往復させない。往復した方が楽ですよ。ね、体力的にはっていうか。だけど。ですか、さっきより数段いいでしょ、はい、空振り、わざと空振りすることによってタン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 っていうね、裏の拍を、空中で作り出すことができるんですよ。裏の拍のその空白の部分が、
ビート感を出すためにあのかなり重要なわけ。だから、空振り、わざと空振りするんです。ね、でこれはあの今は表の拍の場合ですから、ね、例えばこれをんた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 、ね、裏の拍を、音が鳴らす音にしたい場合は、さっきはダウンで弾いてアップを空振りしましたけど、ダウンを空振りしてアップにする。あ、これ分かりにくいですよね。私がじゃあ表の拍を足で、ね、こうすると裏の拍をあのきっちり押さえることができるし、リズムもよりキープしやすくなります、ね、この空振りっていう奏法っていうか、まあ奏法とこれ言っていいのか分からませんけど、こういう動き、これあの打楽器ではねかなり当たり前のことなんですけど、バイオリン界ではあのこれを大事だという先生はほとんどいないので、ぜひですね、ロック系、ジャズ系、ポップス系、あのバイオリンで演奏をこれからどんどんしていきたいという方はですね、この空振りの技術っていうのをですね、どんどん覚えておいていただけると、あなたの演奏は数段増しますので、これクラシック音楽でもあのこういう系統のフレーズの時にね、あの空振り入れると、より美しくなる場合もありますからね、ぜひクラシックの、バイオリン習ってる方も覚えておいていただいて損はないと思います。ということで、今日のお話面白いなと思ったらいいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。